はい、色は抜けたね。じゃあシクロヘキセンと中卒油を反応させるよね、はい、はい。じゃあ中卒油を入れて、はい、先に中卒油を入れておきます。これはあの密度の関係ね。シクロヘキセンの方が軽いので、はい、あの上の層にこう2層に分かれるということで、はい、じゃあ試験管を手で取って、じゃあシクロヘキセンをゆっくり注ぎます。あまり激しくやるとすぐ反応 してしまうので、もうちょっと斜めにして2層に分かれるように、はい、大丈夫だよ、はい、見えてます。どうかな、2層に分かれてる、ね、はい。で下の層が臭素が残ってるよね。もう少し反応しちゃってるとは思うけどね。じゃあこれをちゃちゃっとこう振る感じで、はい、はい、じゃあやってみてください。そしたら、はい、吸収されましたね、臭素がね、しっかりとね、うん。色は抜けたね。はい。ね、臭素が孵化したらしいという。